誕生日に。いやだからあの後、あの後電話来て、翌日ですよ、お前何してんだと。いや本当そうだよ。それで僕がリキさんを誘ったと。あれあの空気で、だってお前が誘ったんだろ。違いますよ、誕生日のお祝いを学部でやってて、ゆうさん誕生日を学部でやってて、なんかつまらなそうな、慎太郎も浮ついてるな。いや本気の怒り方でしたよ、だってな。いやそりゃそうだろう、ね、泣いて怒ってましたよ、本当に泣いて本当にもうこうやられたんですから、胸ぐら掴まれて。それお前がだって悪いからしょうがないよ。でもレキさん行きたい空気を出してたじゃないですか。俺が例えんだよ、父さん行かないよ。違うけど違うけどもうあの時間帯でもう知ったら終わったら、あの前から行ってもそこへ行こうかって言ったら、いや僕は今日はさすがに行きませんよ、ったら俺も父親として、あ無理よ、誘わないよ。そうですね。いやでも誤解があって、あの誤解があるじゃないですか。あの行ったんですけど、店長兼女の子の人が一人しかいなくて、結局リキさんと二人で飲んでただけじゃないですか、うん、結論としては、うん、で結構熱い話もしたと思うんですよ、仕事のな、はい、もうそれをちょっと言う暇もなくブチ切られたんで、あれはでもリキリキさんからちょっとゆりさんに、まあ、了解得たんじゃないの。いや了解得てましたね、じゃあ行ってこいよみたいな感じだったじゃないですか。なんですけど、もう泣きながら切れられたんで、もう帰った後、翌日です、1日寝かして。なんで帰った後に、帰った後に言ってくれるんだったらまだ分かるんで、電話来たじゃないですか1回、で僕リキさんにすごい変わったじゃないですか。多分ね、お前残念だけど信用がないと思う。まあ残念だね、嫁から。あ、はい、あの状況を見したいんですよね。お前これ YouTube で撮ってた。撮ってますよ。でこれをお前上げるつもり。そうです、あの潔白を、潔白を。いやいや、そういう問題じゃなくて、お前これ YouTube だ。それでその話をこれに乗っけ、これは構わないよ、お前本当に。調査全く悪くないですから。いやいや、悪いとかそうじゃなくて、もうお前お互い何なんだよ、信頼関係ですよ。僕も付き合いは20年ぐらいです。私は小学校同級生だって。多分ゆりさんが思い描いてるような場所じゃなかったんです。説明しなかったんだ。説明する間もなく学校に行きたいってな、あいつが指名したの。でも行ってこいよっていう感じでしたよね。ただ向こうが言うには、お前本当に行くんだなっていうのを確認したと。でお前は行ったと。でもそういうね、それは嫁の気持ちはなんとなくわかるけど、うんうん、さんまさか本人もびっくりしたんじゃない、うん、まさかと思ったんじゃない、はい、そのまさかをお前が平気で、うん、行動しただけなんです。平気です。僕が言いたいのは、いってらっしゃいの空気だったじゃないですか。ああ、うん、それはそうだよ。どう考えてもあれがさ、って顔に出たらさすがの俺の父親だからな。さすがに僕もそう思います。それはちょっとまた別の機会っていうか、今ここでそんな話をしちゃう。あとちょっと言いたいのが、お前義理の父親まで連れて行ってって言われたんですよ。まるで僕がリキさんを無理やり連れてったっていう形になってるんですよ、今。で、慎太郎が一人ではしゃいだわけだ。はしゃいだから、リキさんとマンツー。今誘われたって、だってそこにそういう店ができたって、こいつが俺に行ってきたわけ。まあ、長さん、いやいやですもん。いやいや、でもないけど、まあ、足取り軽かったですよ。まさかそこに、あの場所にとは思ったから、本当かなっていうの。でも、しっぽりしていいところではありましたよね。しっぽり？ジャズが流れてて。あ、俺全然音楽。音楽流れてた。違うじゃないの。
お前の気持ちのあれじゃないの、喜びの。いや違うんです、僕の心の中の音楽を鳴らすわけじゃなくて。いやー慎太郎ひどいわ。いや違う、誰も味方がいないじゃないですか。お前いつもそうだよ。味方。今日あれですよ、レキプロの忘年会ですよね。忘年会、うん、そうだよ。もうこんな少なくなっちゃった。チームとしてチームとしてやってるんですよね。まあ謝るしかないんじゃないか。いや謝り倒しましたよ。いや、謝る流れじゃないけどな。俺は、あの、最初あれでは行くよ。いや、なんだったら、力さんの方が前歩いてますよ、だって。息子が行きましょうって誘ってるのに、俺は行かないっていうことは言わないよね。でも、力さんの方が前歩いてましたよ。だから、お前は店知らないから、俺が先導して、もうちっちゃいし、俺が大きい、俺が風も強かったし、ね、体格関係なくないですか。楽しかった。いや僕は楽しかったですよ、力さんとお話ができて楽しかったです。だからそういうところが分かんないんだよ、はい、正直に言えばいいじゃん。一人しかいないところであれ楽しかった。若いわが、まあ俺はもう還暦を迎えたな、年は年だし、慎太郎がこれからだよ。リキさんでも帰りのタクシーも運転手の方におっしゃってましたよ、ね、息子がどうしても行きたいって言うから。え、タクシーで帰ったんですか。300メートルぐらいですよ。そんな怒られると思わなかったです。でもこういう話は YouTube に載っけない方がいいと思うよ。あんまりだからこういうのを YouTube に上げるっていうのは何、面白おかしくっていうことを載っけたい。いや僕はこれ回ってなくても、いや本当に怒られ、めちゃくちゃ怒られたんですよ。いやだからいらっしゃいませ、怒られるっていうのはそれはお前のお帰りなさい問題で、普段の生活のあり方からなんかまた別な、コロナと一緒で何かがまたついた心構えじゃない。これはよく考えてあげるかあげないか考えた方がいい。俺は問題ないよ、とりあえず。いいじゃない、俺は問題ない。俺は何をさらそうか、はい、お前今日の仕事はどう思う？さらしまいなの。今日何が、何が？さらしまい。また騙しちゃう。全然違う。フィニッシュで。最初から分かってた。全く違うフィニッシュになって。聞いてる話と違うんで。お前嬉しそうな顔。でも面白かったですよね。いやめちゃめちゃ面白かった。面白かったら良かったと思いますよ。台本と全部違うっていうか。いや、あの許される人いないですよ。2時間で30分だし早っ。お前は口出す。巻いたんですよ。巻いたんです。俺にも言いました。あれ以上何をどうやる、あれでいいんですよ。あだから、はい、それは気分悪いけど、はい、うん、バッチリします。あれ出方を望んでたんですよ、僕は。ああいうなんかこう、もうむちゃくちゃと言うのに、あの、何でしょう、もうあの台本と全く違うっていう。ということは、お前わざわざ俺のとこ台本持ってきても、腹の中ではこんなにきちんと行くわけねえじゃないかっていうのは、まず、クソさん、読まないじゃないですか、台本。だからもう、一応ただ渡した手は作っとこうと思ったんですよ。でも絶対読まない、読んでないなんて分かってたんで、向こうにも伝えてましたから、それ絶対読んでこないんで、もうどうなっても知らないですよって言うと、それを望んでますって言われたんですよ。もうぐちゃぐちゃにされるするっていう。それはでも信じられない。お前の話から。まあでも僕の方が自信にあふれた。そうね。
ところで、なんでそれを言いたいためにそれを YouTube にしようとするの、そんな馬鹿げた考えはやめろって。ああ本当に。もう俺は家庭のことはさらしたくないの。ありがとうございます。家庭とのやりとりは俺の気持ちを YouTube に訴えてるけど、お前は泣き言だろ。お前にもう相性つかせたら別に怒ることになるの。そうでしょ。そうです。お飲み物をお伺いして YouTube ママですもう会話ないよ。めちゃくちゃ嫌がられてる。自分の悩みを言ってるのに人の苦労はめちゃめちゃ笑う。性格が悪いです。そういうところあるんだ。心底笑ってる。泣かれるとかないよ。いや泣きながら怒って、うん、胸ぐら掴まれてないもん。いや僕も逆ギレしちゃったんですよ。ああそこまでやるか。もう意味わかんなくて殺せですね。やんなやれやれよっつって弱弱くない。あともう少しで、みんなあともう少しだからいろんなことを入れて、それでその新しい新年を迎えたのね。白が今の時代だ。年始まで引きずります。まだ引きずる。どんどん引きずって前に新年迎えてる。えもう全部吐きまくって新年だよな。もうね、そういうところをなんか見せたくないっていうものを溜め込んで新年を迎えるから、お前が引きずってるわ。その1年が同じ1年なの。そんな切り替えできてますか皆さん。え俺はここ2年そんな教えたつもりだよ。切り替えの仕方全く学びがないよ。吐くだけ吐いたらいいんだ。こういうこともやってました。まあその前に怖かったら前もっと俺たちに言っとけば。中古で言ってました。解禁症じゃない。お前サウナ好きっていうのはあれだよ。しょっちゅうなんかお前サウナってサウナ好きな人はいるよ。だけど普段仕事忙しい中で家帰ってもすぐまたサウナに行くじゃん。そうなの。もうすごいね。いないんだ。探すんだったらすぐサウナパッ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 行くところがあと、ローソン一人で飲んでるでしょ。まあでもサウナぐらいですよ。立派なもんじゃない。そういう悩み事を俺たちに聞いてんのかね。悩みじゃないと思いますよ。この悩みはこの悩みは明日悩みが谷口さんは会話ないかもしれないですけど、うんはい、あんな自信持って会話ないよって言われる初めて。女性から見て慎太郎の悩みってかわいそうと思う。いや愛されてるなって思う。あ、そう思いますか。はい、めちゃめちゃ大好きだからそうだよ。そうだね。嫌いだったらそんなこと全くしないです。何にも言わない。何にも分かんない。何にも会いたくないとかもうどうでもいいから完全にやってると思うし、何も無関心になっちゃうと思う。いやめちゃめちゃ大好きなんだ。まあ、ありがたがらないといけないですね。じゃあ可愛い。でもそんな勘違いしちゃダメだよ。あんまりとんでもないものが飛んでくるぞ。本当にお前こっからこっちまで出るぐらい死んでるじゃないですか。単一すぐ言うと。めちゃくちゃ元気じゃないですか。元気なのアピールです。満身創痍でフラフラになるから。やばいと思ったらそういう話はしないよ。よくこの YouTube で上げようとお前思ったな。お前上げる勇気ないと思う。まあこれ上げたら家庭はぶっ飛ぶぞ。本当にもうピカー
ところじゃないと。いただきます。あ、入ったな。ありがとう。忘年会だね。しんちゃん久しぶり。お嬢ちゃんも。何やすみません。お世話になります。ありがとうございます。お嬢ちゃん何飲んでんの？ウーロン茶です。ウーロン茶。はい。お嬢ちゃんじゃないの？ 孫だよ、孫。 新太郎くんも孫。 そうよ。 大丈夫だった？ あれ飲んだ。 やっぱり。